それでは、大田区委員会の歴代委員長対談を開始いたします。本日は歴代委員長また歴代理事長を経験された、田中恒政先輩と平正明先輩と塩澤正則先輩とまた当年度委員長 の最近ご結婚された新婚さんほやほやの荻野実君に、はい、これまでの大田区委員会そして大田区委員会の未来についてお話しいただきたいと思います。本日はどうぞよろしくお願いいたします。まずは、地区委員会の特色、雰囲気についてお話しいただきたいと思っているんですけれども、どの委員会でも団結力が高かったり、またメンバーが率先して行動するなど、いろんな特色があったかと思うんですけれども、田中先輩の時はどのような委員会だったか教えていただけますでしょうか。また、当時の在籍人数、大田区委員会のメンバーの在籍人数は何人くらいの委員会だったか教えていただけますでしょうか。私の頃って、今から考えると本当に化石に近い頃ですね。この周りを見ても全然変わったんでびっくりしました、私の頃は大田区委員会って12人、2、3人ぐらいだったかな。すごくどちらかというと家族的で、まあわんぱく相撲をやるのが精一杯でというような、極めてローカルな委員会だったですね。中央の情報もなかなか入ってこないっていう中で、たまたま私の時にまちづくりとか都市問題を取り上げていただいたんで、そこから急に頑張ろうということで、頑張ったかなというような感じですね。ありがとうございます。今のお話を踏まえてですね、荻野委員長は今のお話をどう受け止められましたでしょうか。はい、また今の大田区委員会の特色ですとか雰囲気をお話しいただけたらと思います。はい、12名ということだったんですけども、その分もうなんて言います参加といいますか、ほぼほぼ 100% に近いような。全然違うねそうではなく 5、6人だよいざやろうと。なるほど、今とじゃあんま変わんないような感じなんです、今もそうなの今も30何人いますけど、やっぱ15人とか参加してくれるのは、っていう中でやっていましたけれども、まあでも多分特色といいますか、おそらく田中先輩の頃と変わっているのはメンバー その職業の種類だとか属性というのはだいぶ変わっているんじゃないかなと思いまして、飲食とかそういう仕事、そうですね、あと政治家もいますし、あと修行関係の人もだいぶ増えているんじゃないかなというふうに思いますけれども、塩澤先輩の頃はちょうど40人ぐらい。そうですよね、はい、ファイラ先輩の頃って、いや覚えてないな、何人来た30人弱ぐらいですかね。あ、はい、メンバーの数はまだだいぶ増えてきて、またちょっと減って、また今年も拡大で頑張ってメンバー増やしていこうと思うんですけれども、委員会のメンバーの中ってその頃どうだったんですか。田中先輩の家族的っていうふうに今おっしゃっていましたけど、それでやっぱり僕らがその町づくりとか都市問題っていうことをやりだして動き出したかなという気がしますよね。それまでは大田区委員会ってあんまりその JC の本流に足を見れてないところがありましたけど一番端の委員会ですし ね、川崎に吸収されるかなと思ってましたがなんとか踏みとどまって2人後輩が続いてくれているとい う、でも田中先輩が委員長やってから、その田中先輩を、まさにこっち中央で副理事長やったり理事長やったんで、それからだからそれで盛り上がったんじゃないですか、大田区委員会って。そうでもないですかね。とにかくそういう位置づけに、なんかそのおまけじゃないなというふうにだんだん認められてきたというようなことはあると思いますね。ありがとうございます。それでは早速今の、大田区委員会の歴史を振り返ってみて、質問に移ってまいりたいと思います。毎年
大田区委員会ですね、地区推進事業を開催しておりますが、年度ごとに新規での事業や前年度の継続した、事業展開がございます。当時を振り返った際、どのような事業を行い、またどのような点に注力をしたのかについて、お話を伺えればと思います。では次は平先輩、はい、お願いできますでしょうか。はい、まあ、わんぱく相撲をねずっとやってきましたから、まあ、事業としてはわんぱく相撲で、私の時は、まあ、特筆すべきは公開討論会始めたということで、まあ、当時そのこの公開討論会のメソッドを作った、まあ、NPO とですね、まあ、JC が連携をして、まずは大田区から公開討論会を始め、まあ、その時一緒にやった品川もやったかな、まあまあ、いくつかの地区委員会が公開討論会に手を挙げて自主的にやって、でそれが僕が大田区の委員長の時に、まあ、総選してやったと。でそれが、その3年後、私が理事長の時に今度東京23区全部でやりましょうということで、まあ、標準化されて、まあ、それもまあ恒例の事業になったと、まあ、そういう年でしたね。はい、ありがとうございます。今のお話を踏まえて、本年度としてもですね、継承していきたい点ですとか、またこれから紹介させていただきたい、いきたい点などについて、当年度委員長の荻野委員長はいかがでしょうか。はいはい、そうですよね、平先輩が始めたというのはもう JC の中でも有名なお話でですね、私も前から聞いておりまして、もう今 JC というとやっぱわんぱく相撲と公開討論会、うん、これも本当に2つのもう JC といえばというところでやってるかなと思いますし、まあ、今年の7月はまた都知事選も、知事選挙とかですね、で2年前の例会では参議院の例会もやりましたけれども、平先輩その時いらしていただいてて、そうですよね、まあ、もう本当にもうなんかもう他ではできないような、知事の候補者を集めるとか国会の候補者を集めるとかっていうことも含めてですね、やっぱりもう公開討論会ってもう選挙に出る人が参加するのはもう当然のようなですね、本当に大きな事業にもなっているかなというふうに思っております。地区推進事業というのも今年もまあまた国際というテーマでやっておりまして、平先輩の頃ってその地区推進も含めて事業とやられてたんですかね。いや、何やってたかをあんま覚えてないんだけどやっぱり大田区っていうのは羽田空港のある地域で、はいはい、そのターミナルになるっていうか中心になる蒲田とか大森と空港が離れてるので、まあ、これは どう連携してね、うんまあ、そのポテンシャルをどうこう最大限発揮できるようなアイデアをですね、まあ、青年会議所が若い経営者が出せるのかっていうのは気にしてたような気がしますね。僕がやった時にやっぱりその町づくりをやるという時に、大田区委員会が本当に地域に根ざしたことをやろうということで、いろんなところでその再開発の火種があったんですね。だからそれに対して意見を言う、その青年会議所だけじゃダメなんで、5つぐらいの青年、団体を集めてシンポジウムを開いたりとかっていうことをやりましたね。でやっぱりその土地にあった井戸を掘って水を汲み上げるというのは JC の本質なんでね、やっぱり地域活動ちゃんとやってほしいなっていう思うんですよね。でたまたまその時にその、まあ、評価をされて報酬を受けたりしたっていうことがあって、まあ、その後僕はずっとそれをやってますよね。それは JC の事業って皆さん言うけど、 JC の事業じゃなくて社会開発なんで、事業が終わってもずっとやらなくちゃいけないんだよね。でそれだけやっぱりお願いしたいなっていう。先輩今日資料お持ちなんですけどね、はい、あそれ報酬、うん、こちら報酬、はい、はい、すごいですね。いやいや、私も地区委員会の時何やってたかなっていうんで、倉庫を探してきたらその時やっぱり最優秀グループ賞をいただいたんですよね。で写真にも載ってるけど、それはみんながすごく喜んだなっていうことはありますね。当時の1986年、はい、JC 記録すごいですね。でその1年間の記録ってぜひ委員長を見てほしいなと思います。そうですね、うん、はい、これだ、山本太斗さん、ぜひ山本太斗さんの時、山本太斗さんって今中央区の区長ですよ。そうですね、今や。だから未だに地域のことやってるんだよね。そうですね、もう蒲田その明日を語るとかってもう
すごい。すごい。素晴らしいですね。すごいですね。初めておやりになったシンポジウムなんですよね。そうですね。たくさんおやりになって、地域シンポジウムっていうのはこれ、はい、初めてだったんですね。なるほどね。まあ今じゃ当たり前だけどね、はい、まあ、走りだよね。でやっぱりそれをやって発信をしていくとそれなりに一歩進んでいくし、うんうんうん、というのがあるかな、ね、まあ、地域で頼られるようになるよね、青年会議所がこういうところでちゃんと座組をして発信をするとね、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。その特色を踏まえまして、今大田区委員会内で大切にしていることについてお話を伺えればと思います。塩澤先輩いかがでしょうか。大切にしていることはもう現役じゃ、大切にしてきたこと、はい、それこそ事業の話で言えば羽田空港があるからこのシンポジウムの話につながっていって、その後多分荻野委員長も今年の事業で取り組まれるんだと思いますけど、多様な人たちがいる、はい、そんなようなところがやっぱりこう基軸になって、うん、私の時はその外国人との共生っていうのをテーマにしてやりましたけど、そういうような感じで事業ってできていくんだと思うんですよね。なのでそうすると大田区委員会の中に一本町づくりの軸が空港であったり国際化であったり、そういったものが軸にしながら展開をされていくっていうのはまさにあるんじゃないかなと思います、うん、ありがとうございます。では今の塩澤先輩の話を踏まえてですね、はい、荻野委員長がこれからやっていきたいこと、大切にしていきたいこと、はい、どのようにお考えか教えていただけますでしょうか。はい、私ですね、まあ、50周年 の、 周年の委員長ということもありましてですね、まあ、就任させていただきまして、今年のテーマとして委員会のテーマとしてやはり50周年ということで2つ考えておりまして、1つは、まあ、ことは今年の事業のテーマにもなるんですが、さまざまな外国人のコミュニティだとか団体がやっぱり大田区周辺にありますから、そこと、まあ、我々青年会議所、まあ、もしくは行政というのをつなげていって、まあ、外国の人たちもですねコミュニティを個人ではなくて基準にやっぱちゃんとつながっていって街づくりだとか生活についてやっぱり考える場が必要じゃないかということを作ろうと思っています。でもう一つは先ほど田中先輩もおっしゃってましたけれども、昔あった青年の団体の連携ですね、大盛況っていう、まあ、大きい青い協力するで、はい、あったねがまあ、あった時の話というのはですね、他の、ね、委員長経験者の先輩からも聞いておりまして、今もう50年ということを節目にですね、まあ、地域に今までお世話になった感謝ということも含めてですね、またそうしたつながりを作っていってですね、まあ、コロナで一部そういうのが途切れてしまった部分もありますから、それはやはり51年目以降にですねつなげるためにですね、まあ、この今回75周年というのもやっぱそういう JC の、まあ、今回の周年というのもあると思うんですが、その軸もですね作った上でですね、やっぱり今までの50年の中で作った関係をもう一回作り直してですね、で時代以降につなげていきたいなとは思っています。はい、ありがとうございました。それでは、最後の質問に移りたいと思います。本年度理事長所信内にて、高木理事長がデザインという言葉を多用しております。デザインとは既存のものを分解しその時々に合わせて再構築を行うという意味が込められておりますが、今後未来に向けて大田区委員会をデザインしていく上で重要視する点ですね、教えていただければと思います。また先輩たちにはですね重要視してきた点というものをちょっと教えていただければと思います。では太郎先輩お願いします。はい、この若い感性でアイデアを出すというのはすごい大事で、やっぱりどうしても各団体のトップっていうのはどうしても高齢化をしちゃうので、まあ、その若い発想で、まあ、いろんなことを考え発信をし自ら行動するっていうのが JC に求められている役割だし、そういう意味でいくとデジタルとかね、こういうのすごい大事で、で私が初めて理事会の構成メンバーになった時は2000年だから今から24年前、もう四半世紀前ですけど、もうデジタルでしたよ、ペーパーレスでしたよね。で今ようやく政府はペーパーレスなんて言ってるけどそれとまあいろんなことをチャレンジしたらいいと思うんですよ。1年で変わるので、なんか変な院長が出てきて間違ったことをやっても1年限りなので、で良ければそれがつながっていくわけですよね、はいはい、次でもしまた良ければそれが社会に浸透していく、地域に浸透していくので、まあみんなで議論してそうだと思ったら、まあ、躊躇なく思い切ってやればいいなと思うし、で最後に大田区っていう意味で言えば、まあ、今政治家でいろんな成長戦略とかやってますけど、今プチ日本ブームですよね、世界的に、うん、で羽田空港があるわけだから、そのプチ日本ブームをどう地域の活性化とか地域経済のにつなげていくかっていうのが、まあ、
すごい重要で、空港を持ってるエリアなんていうのはもう本当千載一遇のチャンスなんで、まあ、そういうのも視点に入れて今言ったようなことをやってもらえると、 JC いいじゃん、すごいじゃんってなるんじゃないかなと思います。ありがとうございます。では塩澤先輩お願いいたします。はい、私はさっき委員長もちらっとおっしゃってましたけど、 JC にそもそも入会をしている人たちの職種もものすごい変わってきていますし、当然女性活躍という意味で言えば JC って男の人ばっかりだった時代からどんどん変わってきたんだと思います。だからそういう意味で言うとある意味先取りをしてるんだと思うんですよね。でそうすると先に社会の縮図なんだけども、社会の縮図としてもう今から次の時代をデザインしていかないと、 JC の中でまず、その上で、それがどういうふうにこの後社会に気づきがあってその後生かしていくのかっていうところを重視していかないといけないんじゃないかなというふうに思います。はい、ありがとうございました。今の素晴らしいお話を踏まえまして、当年度としての総括を荻野委員長お願いいたします。はい、まあ、私も網野さんありがとうございます。私もですね、まあ、委員長就任した際に先輩たちにお話を聞いたときに、まあ、ちょっと誤解してたかなというのもあったのがですね、JC がここ最近いろんな活動の中で行政と一緒に何かをやるとか、行政と協力し何かやるっていうふうに、まあ、どちらかというと進んでいたかなというふうに思っているんですけども、やはり昔の本当に先輩たちのお話を聞くとそうではないんだと、行政の前を行って失敗してもいいんだと、それを挑戦をしていって新しい未来をですねデザインしていくですとか考えていくってことをやっぱチャレンジしていくってことがですね、すごく JC の役割なのかなと思いまして、今年の授業もですね結構いろいろそんな授業ことやっていい大丈夫なのかとか言われたりもするんですが、そういうことはまあちょっと恐れずにですね、やっぱりしっかりと JC としてですね挑戦していきたいなというふうに思いました。ありがとうございます。皆様本日は誠にありがとうございました。本対談が今後の大田区委員会でのさらなる運動躍進につながりましたら幸いでございます。それでは以上をもちまして地区歴代委員長対談を終了させていただきます。本日は皆様ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。